はい、オリックスの、ね、株主優待です。オリックスの株主優待届きました。今2020年の7月です。7月2日かで、これ届いたのが3日ぐらい前に届いてたんで、まあそのぐらいに届くと、そういう感じですね。で、優待、これね、僕オリックス大好きで、長期保有にはまあ間違いないんじゃないかなと思ってます。で、まあしばらく理解せずに持っておこうかなと。で、まず配当金からいきますね。配当金はこれでいけるかな。オリックス、はい、オリックス、これです、これ、6525円、6535円か。これは僕実はこの時ね、ちょっと下がってたんで200株持ってたんですよ。200株ね。なので6535円、100株だったらまあ3000円ぐらいかな。そうなりますよね。うん。で、その他にね、蔵王産業、まあまあそれはいいか、餃子の王将、まあいいや。はい、とりあえずオリックスからは200株持ってて6535円、配当金もらってます。なので100株あたりだいたい3000円ぐらいかな。うん。で、その他にこの株主優待カードですよ。株主優待カードで、株主優待カードっていうのはなかなかこれがね、よくってね、オリックスの野球観戦がすごく安くね、観戦できるんです。当日券のみですけど、うん、結構、優待価格で観戦できるので、すごく僕は重宝してますね。バファローズね、今パリーグ面白いですからね、うん。宿泊とかこういうのね、水族館ね、僕は京都水族館行きましたわ、割引でね。うん。あ、はい、こういう優待価格、こう出てます、優待価格。ね。僕がおすすめなのはね、この上段内野指定席。上段中央指定席。これがね、なかなかいいんですよ。ほら、2000円で見れるんですよ、2000円。一番高い時でもね、2000円で見れるんですよ。で、安い時はもう本当にね、上段中央線。安い時は、はい、1500円で見れますわ。はい。んで、安い時とか、安く高い時とかっていうのは、その日の曜日とかね、土日とかはやっぱり高くなりますよね。で、平日の、まあ、どっちかというと、まあ、そんなに混まないであろう相手との対戦の時は安くなりますよね。うん、そういう時にね、この上段中央指定席はすごく良くってね、まあまあ、そこじゃ、まあそこはいいか別に。で、こういうね、オリックスレンタカーも半額で乗れたりするんですよ。このカード提示でね。基本料金、これ、基本料金 50% オフ。ね。これ、このカードを提示するだけで、それが受けれるんですね。その優待がね。うん。すごくいいんですよ。だから、このカード持ってたら、ずっとね、いろんなところに響いてくるんでね。で、特に僕なんて野球が好きだから、オリックス見たい時とか安く見れますよね。で、配当金とこのカード、それプラス、このグループ優待っていうのがあって、このふるさと優待っていうのがあって、これ、頼めるんですね。この食品、ここから好きなものを一つね、選べるんですよ。ね。このデザートとかね。で、僕が頼んだのは、実は、やっぱり野球が好きなんでね、オリックス株主様野球観戦ご利用券。これ、5000円分の野球観戦チケットもらえるんですね。
で、これ、去年も僕、それで、感染したんですよね。それ、指の先見てみてください。買ってます。窓口で買ってますわ。うん。なので、僕はね、その他の優待には目もくれず、もう間違いなく僕はもうこれですね。これ。もうね、野球観戦大好きなんでね。なので、非常にね、長い目で見れば、長期保有ではすごいいいと思いますね。オリックス。ね。実はその去年の分もこれあって、去年の分の、これが去年の分か。2019、2020。で、あと1年持てば僕は3年継続でもう一つワンランク上のもらえるらしいですけど、まあ多分持ってると思いますね。ここにこう書いてあるんですよ。この去年のやつはほら、2020年7月31まで。ここに僕のカード載ってるんですよね。僕のカードは僕の名前ね。指で隠しているところ。で、これ2020年は、はい。2021年7月31まで。うん。なので、すごくいいと思います。一応記念に取っとこうかどうしようか悩んでます。とりあえず、あと1年持ったら、その3年以上継続のなんか得点ももらえるんで、多分今年1年も持ってるでしょう。どっかでゴーンと上がった時に売ったとしても、また買い戻すん違うかな、どっかでね。うん。少々高くても多分買うと思います。もしくはずっと持ち続けてるか。だから、ガクンと下がった時はもう買い戻そうかなと逆に思ってますよね。さっきも言った通り、配当金もね、一つ持ってるだけで3000円ぐらいもらえるんで、なかなかいいと思いますね。長期保有の決定版だと思います。以上です。よかったら参考にしてみてください。